岩井商店東京支店。大正初期岩井商店は岩井勝次郎が明治29年に創業した鉄工商社で岩井財閥の中核企業である。後に日商と合併して日商祝となった。岩井勝次郎のおじであり、岐阜となる岩井文介は幕末に博来雑貨商として出発した。文久2年、加賀屋の野号で、 大阪慶長の堀通りに博来雑貨の売買中開業を始めた。文助は、店舗13年、丹波国総伝具城平屋の農家に生まれ、家営6年、大阪城郭寺町の東物豚屋、加賀屋特別の店に方向に出た。文助が21歳の時、特別家となり、独立開業した。一方、文助の老いにあたる影山勝次郎は、文久3年、 丹波国総伝軍朝日村の農家に生まれた。勝次郎は、明治8年、文助方に奉公に出て、明治22年に文助の長女栄子と結婚して、婿養子となり、影山生から祝い生となった。以後の輝は、文助、勝次郎の共同企業の性格を持つに至った。ところが、文助と勝次郎の間には、事業間に相違があった。文助には、 旧来の商家に、伝統的な、下町風なところがあったのに対して、勝次郎にはより尺度の大きい、いわば、国土風なところがあったため、明治29年に勝次郎は独立営業に踏み切り、現在の大阪市中央区南九太郎町四丁目に、店舗を設けた。これが、岩井商店の始まりで、大正元年10月、加賀文介からの創業50周年を機に、 株式会社岩い商店となり、さらに昭和18年6月、政府の指導により、岩い産業株式会社と改められた。その後、日商と合併して、日商岩いとなった。証券コードは8056岩い商店が、鉄鋼商社としての体制を確立したのは、明治の中頃から大正にかけてのことである。岩い商店が初めて金属を輸入したのは、 明治29年に、ロンドンのダフ商会を代理店として、勝次郎が直貿易を開始した時期であった。その後、ダフ商会の他にも、ニューヨークのマークと商会から、US スチールの薄鉄板、南鋼板、南鋼棒、帯鉄などを輸入し、また、ハンブルクのホイエル商会からも針金を輸入した。岩井商店が、 鉄鋼商社として特色付けられた他の理由として官営八和田製鉄所の製品を明治末年大正期の頃から払い下げを受けるようになったことが挙げられる。八和田製鉄所では明治38年から鉱材の民間払い下げを開始し明治末年の頃から三井物産を中心とした三井組や 関西の鉄鋼問屋によって株式会社、大倉組を代表とした大倉組が結成され、鉱材の払い下げが実施された。当時大倉組の主力メンバーには、鈴木、岩井、畑岸本の関西有力商社の他に、東京の森岡商店が加わっていた。岩井商店は、こうした取り継ぎ式の商社機能を基盤にして、 次第に輸入品の国産化構想を具体化するに至った。それは輸入品を国産化することによって外貨を節約し国益の増進を図ることを意図したものであった。そうした経営理念によって岩井では明治末年から大正期にかけて次の各種の工業会社の経営に乗り出した。このほか岩井商店の出資により 芝浦スプリング製作所、第日本セルロイドから一部門の分離独立により、富士写真フィルムがそれぞれ設立された。このように、岩井商店では、明治末年から大正期にかけて見られた、重化学工業の流れに対応して工業化路線の道を歩んだ。岩井文介、岩井勝次郎、岩井雄次郎と、才能を溢れる経営者が輩出した岩井は、 あとのビッグビジネスになるダイセル、富士フイルム、日清成功、徳山、関西ペイントなど各企業が祝いの全額出資あるいは資本参加により創設され、その発展を見ている。また他の財閥同様に財閥本社を設立し、これらの関連企業は戦前まで当社で一括した採用活動を行っていた。ありがとうございます。